それれではこれよりり採決に入りますただいま牧野君ほか4名から述べられました、国会法第122条第2号による公開議場における陳者の懲罰を課すべきものとのご意見に、賛成の方の挙手を願います。 全会一致と認めます。よって議員ガーシー君に対し、国会法第122条第2号による公開議場における陳謝の懲罰を科すべきものと決定いたしました。この際申し上げます。本院規則第241条により、陳謝文案につきましては、これを 本委員会が起草することとなっております。ただいまの決定を受け、理事会でその草案について協議いたしたいと存じますので、暫時休憩いたします。